やばいやばい、近い近い近い。これ撮ってんのもちょっと不審やな。近い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 。あ、やばい、あっちに岡本刑事。あ、やばい、刑事さんあそこにおる。あ、やめたやめたやめた。リード大阪 YouTube チャンネルご覧の皆様、おはようございます。ですね、今回はなんとですね、潜入シリーズ第2弾。なんでね、潜入シリーズになったかというとですよ、なんか今おじさん4人組がなんか旅してるっていう、なんかこれステッカー置いてかれたんですけど、これ P ラボファクトリーニャンニャンハンデキャップっていうおじさん4人がキングソー回って旅してるんですよ。で、そのついでに昨日店に来てたらしくて、ただうちやん定休日です。すいません、まさかの。そうなんですよ、まさかの定休日突撃してきたらしくて、あのシャッターの下にシール入れてくれとったんや。はい、そうだからこんなね、そりゃもうたまにしか会えないメンズですから、夏場になんて。だから急遽大阪キングス今日その4人行ってはって、なんか撮影してはるらしい。谷口隆さんと小津圭司さんと、あとエスラボの方とバニコさんね。でカメラマンになんとあのエネミーズのソウ君もおると。だからこの5人おるんですよ、キングスに、大阪キングスに。だから大阪キングスに潜入して、この5人にバレないようにワンセッションやっちゃおうという。めちゃめちゃおもろないですか。めちゃめちゃおもろい。めちゃめちゃおもろいやろ。めちゃめちゃもうバレた瞬間にもう企画終了です。だから一応協力してもらってるのは大阪キングスのマミさんに、ちょっと僕その板とかでバレるんで、一応レンタルボードを用意してもらって。変装とか大丈夫、はい、変装もバッチリです。変装バッチリです。ちゃんとマスクもしますし、多分もうここしか出てないんで、この目のところしか出てないんで、ヘルメットもちゃんとかぶりますし、目が一番もうアイデンティティ出てるのかな。いやいや、もうあのこう下げ気味でいきますから。俺だってヘルメットのリードのステッカー外したんや。マジっすか。外して当たり前やん、そんなで。外して逆にあのこの B ラボファクトリーのステッカー貼っとったんや。それバレ、それ逆にバレる。じゃじゃ、これ貼って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 んの。それだって貼ってるっていうことは、うん、もう渡してる人っていうことやから。せやろせやろ、はい、でも多分気づかんて、あの人が。あ、まあまあちょっとだけな、ヒント的な。そう、ヒント的なの出してるから。伏線をこう、そう、伏線は散りばめてるから、それで気づくか気づかへんか。なるほど。っていうのをやっていきたいと思います。はい、はいはい、やってきました、大阪キングス。ちょっとあの、分かりにくいところ見てな。はい、サッと着替えなかんな、サッと。そうです、ね、サッと。もう何何何何何何何もう現状もう完全バレますよこれ。ちゃちゃちゃ、だからすぐヘルメットかぶ。一番初めにヘルメットかぶるから。もう中ちゃんやもん。ちゃ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 、それ言うとあかんや。もう今から緊張やねんから。それで一応あの事前にマミさんの情報では今受付にいてはると、全員が。でとりあえず受付から行きますから、もうそこを突破できるか突破できひんかですよ、僕らは。ですね、はい。もうそこがもう第一関門で最終関門みたいなところなんで、はい、はい、とりあえず着替えて、さっと着替えていきます。着替えた着替えた。一応ね、板とかはねさすがにバレるんで、板はレンタルをマミさんに頼んでるんで、受付を突破するところからですよ。めっちゃ暑いんですか。激コロンの着てるから。いや、いけるでしょ。これの方がおもろいし。いやいや、これフランク・エイブリー、これフランク・エイブリー。去年一番再生された。これだってだいぶ限られてるでしょ、このロンティー持ってる。そうやで、あの2日間で栂池にいた人しか持ってない。ちょっとね、うん、ちょっとした、まあ、ヒント。そう、ちょっとしたヒント、はい、見て見て、ここ見て。いやいやいや、貼ってんねん、貼ってんねん。それもだってだいぶ限られてるじゃないこれ貼ってんねん。もうおもろいで、もうおもろい。うん、さあバレるかバレへんか、潜入チャレンジ行ってみたいと思います。ちょっとドキドキするやろ。ちょっとだけドキドキする、うん、あのメタルギアソリッドやと思ってこれ、はいはいはい、うん、だいぶやり込んだんで大丈夫です。俺前回は、はい、高橋亮さんに見つからへんだけやったやんか、はい、今回あの相手5人ぐらいおるから。しかも S ラボの人に関しては、はい、面識がないから。そう、だから面識ないのは多分大丈夫。知ってはるかもしれへんやん。いやー、でもそろそろ少しみたいな。そうやな、そうやな、そうやな。ちょっと静かに行きましょう。じゃあ、
シャー、シャー。ギリギリ行きましたね。ギリギリ行けた、ギリギリ行けた。今通ってきた。すごっ。中ちゃんの声しすぎっす。嘘。さっきのチワーでバレそうっす。喋ったらバレるよね。OK だけ。ガッツコアを取り立て。スナーゼロで。OK。スナーニーだけゼロ。ゼロで。OK。行きました。クイックペイも使えるの大阪キングス。そうです。すごいな。ペイペイも使えますよ。ペイペイも使えるよ。ID も全部使えますか。うん、すごいな。全部使えます。うん。みんな外におるんですか。うん、あっちにある。ビッグにある。ビッグにある。ビッグの方の通路にある。ビッグの方の通路にある。撮影してる。ビッグの方の通路で撮影してる。第一関門突破しました。行きます。受付突破できました。受付突破できた。受付突破できた。こっからどういう作戦でしたっけ。そうやで。ちゃんとジャンプを飛んでいこう。あ、はいはいはい。うん、一個ずつジャンプを、はい、一個ずつこなしていこう、はい、めっちゃ久々にキングス。いや、別よね。半年以上。一発目。はい、いきます。はい、キングスだけは上手いんですよね、あの人。8月1日にイベントもあります。平日やからね、結構空いてます。平日の昼間は。俺らの標的は、はい、あっちに、あそこに、あそこに。ビッグで撮影してんじゃん。ビッグか、はい、あ、ミドルか。ミドルで撮影してる。割れへん気してきましたね。案外いけるやろ。案外ね。うん、はい、いや、もうだからその声が多分一番の難敵。小屋か。はい、フォークジャンプ、はい、寝てる方とアップの方、はいはい、アップの方がビッグミドルに近いから、はい、寝てる方。 今ミドルでなんか撮影してました。あ、じゃあ寝てる方から行こう、はい、うん、あんまりいきなりキンキンに行ったら危ない、はい、だからこっちから行こう、はい、はい、行きましょう。がっつり西村大ちゃんがおんねん。そうですね、うん、もう完全にあのスタート位置のところで、そうドンってレッスンしてるから、あれは別に今バレてもまあいいっちゃいいですよ。大ちゃんはカウントせえへんから、はい、あくまでも P ラボファクトリーニャンニャンハンデキャップの人たちにバレないようにですから今回は。とりあえずあのバレるかどうか一回試してみよう、はい、バレるかどうかな、はい、どれほどの温度か。西村大輔の性能は、はい、すいませんすいません、俺の声がそれな。見られてる。あかん、秒でバレた、秒でバレた。階段、うん、上がってきた瞬間に、うん、見つけた。ほんまに？ほんまに、やばくない？マジで？うん、俺ってわかったすぐわかる。メールする仲やん。うん、せやけど、うん、俺ってわかった。そう、ほんまにわかった。うせやん、今潜入中やん。うん、絶対そうやろなって、うん、めっちゃおもろいやんと思って、一人、うん、だから絶対 CG しとこうと思って。うん、さすが、さすがやわ。ちゃんと空気見てるから。うん、空気見てるわ。あ、すごいやわ。あ、すいません、ちょっと